びきをかいたボールの負け。サーブいくよ。ケンイチ君、気にしなくても今度は優しいボール打ってあげるからね。よし、今度こそ。フレフレ、頑張るんだわ。それ。ダメね、ケンちゃんったら、あんなに優しい球なのに。もうダメ。だらしがないぞ、ワンだよ。だってケムマキ君のボール変なんだもん。何よ。きっとボールに忍法かけてるんだよ。そう思わないか、シシマル。ワンだな、ワンだワンだ。そう思うだろう。よし、こっちだって負けるもんか。シシマル、お前ボールになってくれないか。ワンだってボール、俺。そうだよ。そしてさ、うまく僕んところに飛んできてよ。無理無理。ねえケンちゃん、にょ、何してるの。ほらさあ早く。嫌な予感がするんだわ。にょにょにのにょにょにのにん。さあ行くぞ。それ、うん、おっあ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 行くぞ。よし来い。えい、ほう。あ、あ、ワンダー打ちすぎだろ。目が回るよ。おいて、おいて。誰じゃガラスを割り寄ったのは。わーにょにょにん。もう我慢できん。知らないよ。誰じゃ。もうガラスを割り寄ったのは許さんぞ。僕は知らないよ。撃ったのは僕じゃないもん。カギチ行こう。あ、行こう行こう。にこの場我らも逃げるが勝ちでござる。ちょっと待って、ボールが。弾は諦めるでござるよ。でもあのボール、シシマルなんだよ。え、シシマル。困ったことになったでござる。どうしよう、あのじいさん怖いんだよ。にん、仕方がないでござる。拙者が謝って返してもらうでござる。許さん、もうこれで13回目じゃぞ。すいません、でも僕は初めてなんですよ。うるさいわい。とにかくこのボールは預かっとく。あんな怖いじいさんとこでシシマルがかわいそうだよ、兄上。にに、よし、拙者がシシマルを救い出してくるでござるよ。え、どうやって。怖いんだよ、ここのじいさん。任しとけって。近頃の子供と来たら全くけしから。ボールは絶対返さんぞ。向こうの部屋には誰がいるでござるかな。にに、しめしめ。にに、おじいさん、お茶が入りましたよ。おばさん、そうかい。ばさんや、お茶はどこじゃ。え、お茶。まあまあ、お茶を入れてくれたんですか。何寝ぼけてんだよ。もう今入れたって言ったじゃないか。あら、言いませんよ、私はね。もう、もろくしちゃってからにも。に、忍法を声移し。すぐにお茶を入れましょうね。あ、だって私はすぐにお茶を入れましょうかね。ほら、言ったじゃないか。あら、じゃあここで待っててくださいな。に、今のうちでござるよ。シシマル、おい、シシマル。この大事な時にのんきに寝ているでござる。えぇ、だれじゃ。
て、今声がしたようじゃがの。お化けボールじゃ。こんなボール真っ平じゃもう。かねられお。つり。にんた。見事な投げでござるな。さすが服部君だれ。ちゃんとボールを取り返してきてくれたもんね。いやまあこのぐらいは軽いもんでござるよ。だってあのままじゃししまる大変だったもんね。だけどこいつまだ眠ってるよ。ずぶといな。ほんとこれじゃ何があっても起きないね。いや方法はあるでござるよ。ししまるちくわでござる。にょ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 ちくわ、ちくわどこちくわ。ちくわには穴があっても目がないの。ワンダ、ちくわどこ。あれまったく食いしん坊でござるな、兄。